しげみつあおい、しげみつあおい、しげみつまもる、1887年、明治20年7月29日から1957年、昭和32年1月26日は、第二次世界大戦期の日本の外交官、政治家である。大分県大野郡三重町、後、大分県文豪野市に、市族で大野郡長を務める父、しげみつただしすなおと、母、 松子、重光景之の娘の次男として生まれた。しかし母の実家、重光家本家に子供がなかったため養子となり、重光家二十六代目の当主となった。旧世紀月中学、第五高等学校読法科を経て、東京帝国大学法学部を卒業する。文官高等試験外交科合格後の1911年、明治四十四年九月、外務省に入省。 第20回、足田仁志、堀内健介、桑島和枝と同期、在ドイツ、在英国各公使官所機関、在シアトル領事を経て、各国において、日本国公使として勤務していたが、1930年、昭和5年には、中な公使となる。1931年、昭和6年9月、日本陸軍の一部が、 突如満州を制圧しようと満州事変を引き起こし国際問題となる。これに対し重光は明治以来積み立てられた日本の国際的地位が一丁にして破壊せられ我が国際的信用が急速に消耗の一途を辿っていくことは外交の局に当たっているものの耐え難いところである。重光著、昭和の動乱よりと起こり外交による協調路線によって収めようと奔走。 1932年、昭和7年1月、第一次上海事変が起きしげみは、欧米諸国の協力のもと、中国との停戦交渉を行う。なんとか、停戦協定をまとめ、あとは、調印を残すだけとなった同年4月29日、上海高校公園での、天朝節祝賀式典において朝鮮独立運動家、インホウキ吉の爆弾攻撃に愛重症を負う。 上海天調節爆弾事件。茂光は激痛の中、停戦を成立させれば国家の前途は取り返しのつかざる羽目に陥るべしと語り、事件の7日後の5月5日、右足切断手術の直前に上海停戦協定の署名を果たす。この時、茂光の隣でやはり遭難しかためを失った海軍大将の野村義三郎も後に外傷。そして、 中米大使となり、日米交渉の最前線に立つことになる。なお、弁当箱状の爆弾が投げつけられたとき、逃げなかったことについて、国家斉唱中だったからと答えている。第一次上海事変を中国が国際連盟に提訴したことを引き金に、1933年、昭和8年2月24日、国際連盟で日本軍の満州での行動を不当とする決議案。 立ン報告書が賛成42カ国対反対1カ国、日本で採択された。これを不服とする日本は、国際連盟から脱退を宣言し、国際社会から孤立していく。この頃、重光は、欧米の国々は、民主主義民族主義を欧州に実現することに、むした。しかしながら彼らの努力はほとんどアジアには、向けられなかった。欧米は、アドルリカ及び、 アジアの大部分を植民地とし、アジア民族の国際的人格を認めないのであると、主記を残し、白人によるアジア支配であれば許されるのかと怒っている。その後、中祖公司、超古本事件、カンタ市島事件に関与、中英大使を歴任。特に日英関係が悪化する中での関係好転や、小解析政権への援助中止要請などに尽力する一方、 欧州事情に関して多くの報告を本国に送っており、その情報は非常に正確なものだった。その資源密が欧州戦争に日本は絶対に介入してはならないと、再三東京に打電したにもかかわらず、日本政府は引き入れず、1940年昭和15年9月27日、松岡洋介外相第二次、 このエフミマロ内閣がドイツとイタリアとのひどくい三国同盟を締結し、戦争中のイギリスやフランスのみならず、まだ参戦していないアメリカの対日姿勢をより強硬なものにして待った。1941年、昭和16年12月8日、日本時間、大東亜戦争、太平洋戦争が始まる。日本は、東南アジアのイギリスやオランダ、アメリカなどの欧米の植民地を、 次々と占領。外交官として、茂光はこれに対し、日本は癒しくも東和民族を踏み台にして、これを圧迫し、その利益を侵害してはならない。なぜならば、武力的発展は東和民族の了解を得ることができぬからであると、怒っている。東条秀樹内閣、小磯国秋内閣において、外相を務める。東条内閣にあっては大東和省設置に反対した。 しかしながら、登場首相のブレーンとして、自らの主張を現実にするため、1943年、昭和18年11月の大東亜会議を開く、ために奔走。人種差別をなくし、アジアの国々が互いに、自主独立を尊重したい等な立場での協力を、宣言した。しげは敗戦直後に組閣された、東国宮敏彦内閣で、外務大臣に再任され、 日本政府の全権として幸福文書に署名するという大役を引き受ける。1945年昭和20年9月2日、東京湾上に停泊した米国の戦艦ミズーリ観上で行われた連合国への幸福文書調印式において大本営代表の参謀総長梅津義次郎と共に日本全権として署名を行った。茂光はこれを 不名誉の終着点ではなく、再生の出発点であると捉え、その時の心境を、ガンクは、お国の末の境域我が情け住む人の王家をと、呼んでいる。外省辞任後は、極東国際軍事裁判における、外務省関係容疑者の弁護の準備を進めていたが、1946年、昭和21年4月13日に来日したソ連、代表検事の S.A. ゴルンスキーが、 ジョセフ・キーナン首検事に対して、重光が第二次世界大戦中に東条内閣、小磯内閣で外務大臣を務めたことに対して、重光を永久戦犯として起訴するよう強行に要求してきた。当初、GHQ は重光を戦犯として起訴する意思は、皆無でキーナンをはじめとするアメリカ側検事団も強く反対した。しかし、当時のアメリカ民主党政権は、 要求を受け入れられないのなら、裁判に参加しないというソ連側の揺さぶりに屈する形となり、マッカーサーも要求を容認せざるを得なくなった。結局、4月29日の起訴当日に逮捕起訴され、1948年、昭和23年11月12日に、有罪、禁錮7年の判決を受けた。裁判においては、高柳健造、 ジョージ・ファーネス両王弁護人の尽力などもあって、その判決は金庫7年という永久戦犯の中では最も軽いものとなったが、日本だけではなく、当時の欧米のメディアも、茂光の無罪は間違いないと予想していただけに、有罪判決はソ連を満足させるための GHQ による政治的妥協であると評する声も多かった。事実、当時の菅もプリズンで憲兵を務めていた。 ブルーム大員は驚いた。地下の無罪は何人も疑わぬところであったと、息取りを表し、ケンワージー中佐などは、判決は絶対に覆えるはずだとまでべていたという。4年7ヶ月の服役の後、1950年、昭和25年11月に仮釈放されている。連合国と日本の講和条約の発行後、講和条約の規定に基づいて、日本政府と、 極東国際軍事裁判に参加したすべての国の政府との合意により、御社により、刑の執行を終了した。茂光は、講和条約の発行、公職追放解除後は、衆議院議員に3回選出された。改新党総裁、日本民主党副総裁を務めた。改新党総裁であった1952年、昭和27年に野党主犯として、 内閣総理大臣の座を、デン・シュベルト争い、内閣総理大臣指名選挙の衆議院で2位。続く1953年、昭和28年の総選挙後、少数与党となった、吉田の自由党からの連立の呼びかけを拒否する。野党の主犯候補として、茂光の内閣総理大臣指名が、現実のものとなりかけたが、野党の足並みが乱れ。 左右者回答の支持を得られず決戦投票で敗北。吉田との会談により格外協力を受け入れた。その後、鳩山一郎派と合同して日本民主党を決闘させる。1955年、昭和30年の保守合同による自由民主党の決闘に参加。1954年、昭和29年12月から1956年、 昭和31年12月の期間、第一から三次、鳩山一郎内閣で第二次世界大戦中の3回に続いて4回目の外務大臣を務めた。1955年、昭和30年4月、インドネシアでアジアアフリカの29カ国が集まるアジアアフリカ会議、バンドン会議が開かれ、アジアアフリカの国々が第三勢力として協力し合う方針を打ちした。 日本はこの会議でアジアの一員として国連加盟への支持を得た。9月1日、茂光は国連本部を訪れレセプションを開催し、経済復興した日本が国際社会に貢献できると国連加盟をアピールしたが、12月の国連安全保障理事会でソ連に反対され、常任理事国として拒否権を行使され、国連への加盟は達成できなかった。 国連加盟を果たすため、鳩山一郎内閣は、国交がなかったソ連との国交回復を目指し、1956年、昭和31年7月、茂光は、モスクワで、日ソ国交回復交渉に入るが、北方領土問題が難航し、交渉を打結できなかった。このことから、茂光は、日ソ平和条約締結のためには、歯ボマイ、 四股丹の二頭身を返還するというソ連案を受け入れるしかないという胸の伝聞を東京に打電した。しかし、鳩山は、茂光の提案を拒否し、茂光を末図会議に送った上で、自ら交渉に臨んだ。しかし、北方領土問題を何ら打開できず、アメリカからは、弱腰外交だと批判されたため、鳩山は、日ソ平和条約の締結及び、 北方領土問題の解決を棚上げすることとし、10月19日、ソ連との国交回復を意味する日ソ、共同宣言だけを行い、これによって、日本の国連加盟に反対しない胸内諾を、ソ連から得た。同年12月18日、国連総会は、加盟76カ国の全会一致で、日本の国連加盟を承認した。茂光は、 日本の国連加盟が認められたことに対する加盟受諾演説で日本は東西の架け橋になりうると表明し国連総会に出席していた加盟国の代表団から拍手で受け入れられたその直後に国連本部前提に自らの手で日照旗を高々と掲げた茂光はその時の心境を霧は晴れ国連の塔は輝きて高く掲げし日の丸の旗と呼んでいる 帰国前の12月23日、日本では第三次、鳩山一郎内閣が総辞職して、石橋丹山内閣が成立していたため外相の重光も辞任となる。日本への帰と、同行した加瀬俊一に対して、笑顔でもう思い残すことはいと語った。2017年現在、日本の外務大臣で外交官僚の経歴を持つ人物は重光が最後となっている。 それから1月後の1957年、昭和32年1月26日、茂光は狂心症の発作により、神奈川県湯河原町の別荘で救世した。69歳だった。茂光の外務大臣と国際連合への加盟実現の功績に対して、死後に君一等局実東下大受賞が授与された。茂光を知る者は、 欠点がないことが欠点だと彼を評することが多かった。茂光は、中花講師の時、第一次上海事変終結後の県庁設式典で爆弾テロによって、右足を失い、以降公式の場においては、重さ1 0ラムの義足をつけるようになった。義足をつけた状態での歩行は大変な、困難だったにもかかわらず、彼自身はそのことを気にする素振りはなかった。 高年水売り号館板上に、茂光を釣り上げるために、宿泊するアメリカの水兵たちを尻目に、茂光は全く臆することなくただ悠然と構えていたという、もっとも松葉杖を落とすなど署名にかなりもたつき、これを見苦しい引き延ばしと解釈した春税に、一括されたという逸話も伝えられる。その後、公務に復帰した際、広田後期外相斉藤稔内閣は、 重光の体を気遣って、当時外交憲案の少なかった中祖大使に任命し、中祖大使に予定していた東郷持長を中毒大使とした。ところが、超古本事件の処理などをめぐって重光とソ連外務省が対立、さらにはソ連のマスコミによって無能な外交官と批判された松岡洋介がこの話を聞いて、重光に同情し、後に、 松岡洋介外相の下で行われた主要国大使の一斉解任の際にも、茂光中英大使だけは、対象から外されたという。また、極東国際軍事裁判において、茂光の基礎を最も強硬に要求したのは、ソ連制だったとされている、上記敗戦国の全権。他方、急遽中毒大使となった、東郷持長の方も、ナチスドイツに嫌われた挙句に、 中毒大使を追われ、極東国際軍事裁判では、親毒派の疑いをかけられることとなり、広田の配慮が、どちらも恨め恨めに出る結果となった。戦後、新中軍が厚木飛行場に到着した際には、重光は、外省圏大東亜蘇、東国の宮俊彦を内閣として、横浜市に対し、米軍を絶対に首都には入れないこと、直接軍政はさせないこと、 軍票は使用させないことを言明した。菅もプリズンに収監されている頃に、障害者ながら、社会福祉事業家として活躍していたヘレン・ケラーの、ニュースが耳に入ってきた際、元将官たちが、あれは盲目を売り物にしているんだよと解き下ろしたことに、対して、重光は、彼らこそ哀れむべき心の盲者、何たる暴言ぞや、日本人のために悲しむべしと彼らを痛烈に批判し、 彼らの見解の偏教さを嘆いている。この絵文み丸とは、信仰があったが、敗戦後、この絵が戦争に関する自分の責任を回避すべく、天皇や軍部に全責任を転嫁するかのような、言動に終始したことについては、戦争責任容疑者の態度はいずれも悪である。この絵校のごときは格別であるが、と述べ、この絵を、格別厳しく批判している。戦後、 鳩山一郎内閣で外相を務めた際、鳩山が官僚政治家ではなく、当人政治家による政権運営を行いたいと無神経に発言したため、外交官出身の重光は鳩山との関係が悪化した。また鳩山が日ソ国交回復を最優先課題に掲げていたのに、対し重光は大祖教講論者であった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。